はい、こんにちは、レトスノルです。今回なんですけれども、敷地が異なる憲兵率の地域に渡る場合、その敷地の憲兵率はどれだけなのか、これの計算方法について解説させていただきます。これですね、計算方法って言った通り、これちょっと計算しなきゃいけないんですよ。でもし分数計算が苦手だって思う方は、ここは飛ばしてもらってもいいかなと思います。実際弊社の個別指導の受講師さんでも、分数計算できない方これまでたくさんいらっしゃいました。その方々に対しては、ここを無理に勉強していただくことはせずに、もう飛ばしてもらいました。というのも、分数計算の勉強して、でここを得点できるようになったとしても、出題されるかどうかわからないわけですよね。で、分数計算がすぐにできるようになればそれは別にいいんですけども、意外とこれ時間かかると思います。分数計算の勉強するにはちょっと時間かかると思うんですね。練習問題もそれなりにやはりやらないと頭に入ってこないです。定着しないんですよ。となってくると、結局時間がかかっちゃうわけなので、それであればここは飛ばして、で他の部分でしっかり勉強して得点をするってやった方のが効率はいいんですね。なので、分数計算苦手だなって思われる方、まあ、今回の動画見ていただいて、ちょっと今回は計算ややこしいんで、もしこれがもうできないなって思われるのであれば、もう飛ばしてもらって全然構いません。では本題に入っていきます。まず事例から先に行きますね。事例としては、2つの土地がありました。この2つの土地が敷地です。この2つの土地が敷地です。1つは100平米で憲兵率が 50%、 もう1つが150平米で憲兵率は 30%。 ちょっと図ではですね、あまり大きさの違いないんですけれども、大きさは違いますので、大きさは違います、広さは違います。で、憲兵率は 50%、 つまり10分の5ですね。で、こっちは憲兵率は10分の3という状況です。で、この敷地全体のじゃあ憲兵率はいくらなのか、これを計算していきます。で、この計算の手順なんですけども、まあ、いくつか計算の仕方ってあるんですね。あるけれども、今回お伝えするのは一番簡単な方法でお伝えします。まず一番最初、地域ごとの建築面積の限度を計算する。これはどういうことかというと、こっちはこっちだけで建築面積の最高限度、これを計算して、で、こっちはこっちで建築面積の最高の限度、これを計算すると、まあ、いう話ですね。じゃあまずこっちですね。こっちについては、100平米の土地に対して憲兵率が 50% なので、 100×10 分の5、まあ、これ 50%、 まあ 50% 2分の1ですよね。なので50平米、つまりこっちの土地については、建築面積が50平米までの建物を建築できるっていう話なんですね。で、一方でこっちはどうなのか、こっちについては150平米の土地に対して憲兵率が 30% なので、150×10 分の3、これをすると、まあ、10分の3っていうのは 0.3 ですね。だから 0.3 をかけるっていうやり方でもいいですし、まあ、ここでですね、10のこの0を切って0を切って、で 15×3 で45っていうふうに計算していただいても大丈夫です。これもちょっと分数計算苦手な方は苦手とする部分なんですね。なので、もし分からなければ、まあ、気にせず飛ばしましょう。で、今回はこっちの建築面積の最高限度が50平米、こっちの建築面積の最高限度が45平米ですね。で、これが1、終わりです。2つを計算しました。地域ごとっていうのはこっちこっち、それぞれってことですね。それぞれ計算しました。で、2番目、上記の合計をする。これを合計するんですね。つまり50平米プラス45平米イコール95平米ですね。で、これここ終わり、2番目終わり。じゃあ3番目、上記合計した数、合計した数値ですね、この95平米のことです。95平米割る敷地全体の面積、敷地全体の面積は100平米と150平米足したらいいわけなので250平米ですよね。なので95割る250をします。これを分数で表すと250分の95ですよね。で、この、まあ、250分の95について上と下分母分子を5で割ります。5で割ります。するとこれ5で割ると5525だから50ですよね。で、上は5で割ると515の5く45 19です。これちょっと計算
ややこしいので、ちょっと簡単に計算するとこんな感じです。95÷5、51÷5で、これ4が降りてきて、9-5で4ですね。で、45。で、5÷45ですね。だから19ですね。19。50分の19です。で、これを100分率で表すとどうなるかというと、52、これ2をかけたらいいですね。2をかけたら分母が100になるわけだから、分母分子、両方に2をかけて、100分の38。つまり 38%。これが敷地全体の建平率になります。だから計算方法が分かって、さらにまあ分数計算ができれば、こういった問題解けるようになりますんで、分数計算ができる方は、計算の仕方覚えていただければと思います。で、今回なんですけども、それぞれの用途地域の名前は書いてないんですね。で、おそらく本試験の問題で出るとすると、それぞれの用途地域の名前を含めて問題に出してくると思うんですね。例えば、こっちは準住居地域ですよ。こっちは低層住居専用地域ですよ。みたいな感じで、用途地域の名前も入れて出題されるかもしれないんですけども、まあ、今回のこの計算問題については、用途地域については考えなくてもいいわけなんですね。なので、用途地域が何であれ、建平率が書いてあれば、それに基づいて答えを導いていくと。まあ、いった感じになります。ただし、商業地域については、問題文に建平率が書いてない可能性があります。それはなぜかというと、商業地域は、建築基準法で、もう10分の8、建平率は10分の8、80% ってもう決められているんですね。なので、出題者の意図としては、もう商業地域の建平率は覚えているでしょ。それに基づいて答え導いてくださいねっていう意図があるんで、まあ、そういった場合っていうのは、商業地域だけしか書いてない場合もあります。なのでその点だけは注意していただければと思います。宅建試験は理解できれば合格できます。理解せずに勉強し続けたとしてもなかなか合格するのは難しいです。理解をすれば勉強は楽しくなるし、また合格もしやすくなります。具体例を使ったり、イメージしたり、理由付けをしたりして勉強を行っていくのが理解学習です。難しいな、何言ってるのか分かんないな、実力が上がってる実感がないな。もしそう思われているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導では理解学習を行って、一段一段実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。